動いてる時のダンパーの中身痛いですよね。やるしかないということで、今日もちょっといきましょう。はい、ということで今回はこちら。はい、どん、見えますかね、これ透明ダンパーです。ということで今回はこの透明ダンパーを使って動きを見ていこうと思います。といってもこの透明ダンパーですね、基本的には CVA オイルダンパーと同じものですね。前回のダンパー比較の時に案外この CVA オイルダンパーが優秀だったと思うんですよ。でこの CVA ダンパーって意外と可能性が詰まってるダンパーで、きちんと組むと結構いい動きしてくれる気がするんですよね。で今回は普通に組んだ透明ダンパーともうあと2パターン、1つだけ加工を加えた組み方をして動きの違いが出るのかっていうのを見ていこうと思います。で今回もですね、正直はっきりとした違いが出るかどうかはわからないんですけど、見ていただいてどう感じるかはあなた次第です。でもなんか楽しそうなんで、とりあえずやっていこうと思います。で今回ですね、このちっちゃいカメラつけてました。ちょっと重量配分変わっちゃいますが、そこはご愛嬌ということでいってみましょう。まずは普通の状態の CVA オイルダンパーでやっていきましょう。はい、ということで中のピストンとかダイヤフラムの動きが見れて面白かったんじゃないかなと思うんですけど、ダンパーの動きってこの下のオーリングが結構重要だったりするんですよね。そこでですね、私のお気に入りのこちら DRF-VG オーリング、こちらに入れ替えてやってみましょう。ちなみにですね、 X リングとかもすごくいい動きになるんですけど、ちょっと私の組み方が悪いのかすぐオイル漏れしちゃうんですよね。でこのオーリングだとスムーズで、かつ今のところオイル漏れもあまり起きてなくて、今現状ではすごく気に入って使ってますね。で1本入れ替えたんですけど、まずこの動きちょっと見てくださいよ。いきますよ。こっちがノーマルのオーリングで、こっちが VG オーリングなんですけど、ノーマルはピストンが途中で止まっちゃうのに対して、VG オーリングは最後までしっかり戻りきってますよね。オーリングだけでこんな変わるんですよね。ということでですね、全部このオーリングに入れ替えて、同じテストやってみようと思います。
はい、というわけで心なしか跳ねても車体が安定してるような感じに見えましたよね。ちょっと気のせいかもしれないですけど、ではですね、最後に今からこのダンパーをなんちゃってエアレーション化していきます。で、その方法がですね、このダイヤフラムの枠だけを残す感じでこんな風に切り取っちゃいます。で、中にしっかりオイルを入れて、オーリング側からシャフトの体積分オイルを抜いてエアレーション化するっていう感じですね。はい、ということで組み終わりました。こんな感じでですね、ダイヤフラムを本当にオイルシール代わりに使ってるだけですね。で、エアレーションで組むと基本的には引きダンパーになるので、引いた状態から手を離すとこんな感じで戻っていきますね。で、まあこんな感じのダンパーなんですけど、これでですね、CVA ダンパーでもなんちゃってエアレーション体験ができるはずなんですけど、エアレーションにすると、実際入れたオイルの番手よりも柔らかいような動きになって、強い衝撃だったりジャンプの着地とかの速くて深い動きの時は入れてるオイルそのものの硬さになるというですね、減衰が改善してくれるようなイメージですね。なので、固めのオイルを入れたりするんですけど、今回はさっき入れてたオイルと同じ番手でいこうと思います。ちょっとですね、ダンパーが柔らかくなりすぎたので少しだけ車高を上げました。ではですね、このなんちゃってエアレーションダンパー行ってみましょう。はい、ということで今回も楽しく実験できました。お付き合いいただきありがとうございました。いやー、ちょっと朝になっちゃったのでとりあえず帰ります。はい、ということで帰ってきました。
いやー、透明ダンパー面白いですね。私、バギーシャーシに CVA ダンパーつけるときって、だいたいさっきのなんちゃってエアレーションで組むんですけど、走らせてみると結構具合のいい動きしてくれてて、今回の比較で動きの差っていうのがちょっと見れたんじゃないかなと思います。いやー、CVA ダンパーってなんかもっといろいろできそうな気がしてきますね。またちょっとですね、この CVA ダンパーで試してみたいことも思いついたので、またお湯やっていこうと思います。終わりー。ということで今回もここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ちゃんかでした。